次5ですよね。まあ次5。じゃあそのちょっとじゃあ、ちょっと簡単の練習ですね、はい、まあ大体左ジャブに右を合わせるか、私のストレートに右を合わせるか、はい、ちょっと右を合わせる練習なんですけども、はい、そうするとこれ怖いんですね結構私がこういう状態でやってきたら、そうで、これもまあ今肩にやっていただきましたけど、まあ実際は頭です。だこの状態でバーンって、そうですね。でこれをでもタイミング完璧です。完璧だ、分かってるもん。でこの状態からバーンですね。これ怖いな、本当に大丈夫だよ、肩しか打たない、はい、で、あと右がくるともあるわけですね、はい、この状態からバーンですね、この状態からバーンですね、そうですね。で、そうするとまあ、私がじゃあワンツー打ちますと、はい、言った場合は避けてこうですね、この状態から避けてこうですよね、この状態から避けてこうですよね。よけてこうですね。でその後にまあ別にボディでお願いします。ワン危ない分かってたジャブワンでボディでそれでいいのじゃワンパンでいいと言いますね。の状態からワンツーパンでいいですね。まあちょっと待ってこの状態ってのは一番その難しい判断になっちゃうんで、まあ一番楽なのはジャブですね。僕じゃあジャブ切りますの状態からパンチです。楽ないやパンチ出すの結構疲れますね実際。で結局そのこうやって向き合った時にお互いジャブを出す、だからその今、まあ、見とれたらあれですけども、試合中も何気なくボンってジャブ出すと絶対合わされるんで、あ、そこなんですよね、はい、絶対相手も、結構不用意にジャブは絶対打ってくるはずなんで、この状態からジャブを打ったら合わせる、打ったら合わせるですね、この状態から相手が打ったら合わせる、この状態から相手打ったら合わせる、この状態から相手が打ったら合わせる、この状態からジャブを打ったら合わせるですね。この感じジャブを打ったら合わせる、そうですね。これちょっと一つ